寝る前3分集中講義。はい、ということで始まりました、寝る前3分集中講義、かきたまチャンネルの吾妻優心です。本日10月10日木曜日ですけれども、皆さんいかがお過ごしですか？今日10月10日っていうのはですね、365日1年の中で一番この何々の日とか何々記念日っていうですね、日本記念日協会みたいなところがあって、そこが制定しているこの記念日が、この365日の中で一番多い。確か57とか60近く今日はね、記念日があるんですよ。なんとかの日とか。トマトの日とかもあったかな。トッポの日。あと、柿の種の日も確か今日だった。そう。そんなね、記念日盛りだくさんな10月10日ですけれども、皆さんどうでしたか？私はですね、学校でね、私のクラスメイトで、可愛い子がいるんだけど、その可愛い子がね、動画見てるよってね、言ってくれたからね、トラック来た。今日めちゃくちゃ元気でね、今日はね、本当はね、ちょっとやることがあって動画出せないかもなって思ってたんだけど、ちょっと今日はね、頑張って動画撮っていきたいと思います。今日はですね、私がですね、この春、大学生になって、私、出身は沖縄県なんですけど、今住んでる場所は沖縄県ではない都道府県なんですよ。で、大学生活をね、ここでもう4年間していくわけだけど、その、今ね、半年ぐらい経ってんだよね、一人暮らしを始めて。で、この一人暮らしを始めて半年経った今思う、怖い体験、トップ3発表しようかなと思います。いや、正直ね、ここは沖縄とは全然違うの。その周りの環境とか、住んでる生き物も違うし、住んでる人たちも違うし、こう何もかもが違う中で、こう生活してきてかなり思ったこといっぱいあったので、その中から特に怖いもの、ベスト3を発表していこうと思います。第3位はですね、自転車がですね、ここではなんか移動手段として主流みたいなんですよ。沖縄県は車が非常に移動手段としては主流で、まあ車社会なんて呼ばれてるぐらいです。近所の近くのコンビニにも車で行くぐらいね、車大好きな沖縄県民だけど、ここでは自転車がですね、非常にみんな持ってるマストアイテムみたいなして、私はね、実はまだ自転車持ってないから全て歩きでね、徒歩移動なんだけど、ちょっと遠いと電車乗ったりとかするんだけど、その自転車に乗ってる人がめちゃくちゃ多いし、大学もその駐車場みたいな感じでも駐輪場なのよ。ほぼ駐輪場。駐車場が全然ないぐらい駐輪場がいっぱいあるぐらい、やっぱりみんな自転車っていうのは持ってるものなんだけど、自転車ってこうベルがついてるじゃん、チャリンチャリンチ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 ンみたいな、あれをね鳴らさずに静かにさ、スポーツバイクとかさ、ほら走行音が静かじゃないですか。そういうね、静かめのね自転車がこう、私歩道の端っこでいつもこう歩いてるんだけど、そのね静かな自転車が後ろからシューってね来てた時ね、めっちゃ怖かった。ちょっと説明がね、下手かもしれないけど、その静かめの自転車がベルも鳴らさずに忍び寄ってきた時がめちゃくちゃ怖い。私が特にイヤホンとかで音楽聞いてない時とかに、シューンできたりと、あとはそのママチャリ、まあ普通のママチャリとかが正面から私が壊れてたら向こうからママチャリがこうやってきて、私が避けようと思ったらママチャリも避けんのよ。私が避けようと思ったらママチャリ避けんのよ。それがもうこんな距離まで、このずっとお見合いしてて、マジでこれ死ぬなって思った瞬間もあったりとか、とにかくね、自転車が怖いなって思いました。第2位はですね、蜂です。虫。数字の蜂じゃなくて、この、B の方で B。蜂の方なんだけど、今の時期がですね、スズメバチが、こう、ワンサカワンサカしてる時期なんです。で、私がね、住んでる場所は、まあ、いい意味でも悪い意味でも自然が豊かな場所で、普通に近所でスズメバチが、ブン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 、蜂が飛ぶって感じで飛んでらっしゃるんですよ。なんでスズメバチの死骸って、こう頭、胸、腹っていうのが昆虫にはあるんだけど、胸と腹の間で真っ二つになって死んでんだよ、スズメバチって。なんで必ずこうやって死ぬのかなって、虫飛んでる。もう虫がね、好きあらば虫が入ってくるんですよ、うち。ほんとこれとかもね、嫌なんだけど、そう、スズメバチがめちゃくちゃ怖いっていうのでね、私ね、こういう暗めの色の服を着ることが、まあ、明るめの色の服を着ることより多いから、それでね、ほんと最近の話なんだけど、2週間前ぐらいに、この距離、もうスズメバチと5センチぐらいの距離で、うんってすれ違ったことがあって、はぁってなりました。あとはね、もう、まあ、虫基本的に全般怖いんだけど、やっぱりね、スズメバチがですね、
この近くは朝かしてるので、夕方とかだからなるべく夜とかも外出しないようにしてるし、学校終わったらちょっと図書館で勉強したいなとか思うんだけども、すぐ帰るようにしてる、この時期は。夏からこの秋にかけてが、ちょっとスズメバチが怖いよっていうことなので、いや、ほんと、なんでさ、なんで我々がこう虫に配慮して生活しなきゃいけないわけ？めっちゃ自分勝手なこと言ってるけど、虫側もちょっとは配慮して、こっちもじゃあまたこっちも配慮するから、虫側も配慮しよう。お互い、この、ね、お互い権利があるわけ。生きる権利があるわけ。そこを、なんか、うまくこの、譲り合いながら生活すればいいじゃん。なんか、わかった、じゃあ、スズメバチくんたちは、この草むらね。だから、人間はちょっとこの草むら、なんか、虫飛んでんだけど。人間はこの草むらなんか近づかないようにするねとか、ちょっと虫とかさ、そういうさ、なんか譲り合いみたいのがさ、できたらいいのになーってね、思うんだけど、まあね、意思疎通できないからそれは許すけど、めちゃくちゃ怯えてます。そして栄えある第1位、まあ栄えないでほしいけど、第1位はですね、冬の寒さですかね。冬の寒さ、冬これからやないかいって思うかもしれないんだけど、今秋じゃん。もう寒いのよ。あのね、沖縄は基本的に年中20度台なんです。あ、ムシムシムシ。なんか白い虫がずっと飛んでるな、うちを。沖縄は基本的にずっと年中20度台で、たまに19、18、17、16とかさ、15度以下になることは、真冬の早朝以外ありえないっていう場所なんですよ。で、そんな場所で、まあ、長いこと育ってきてる私ですから、到底寒さには弱い、暑さにも弱い、涼しいの大好きっていう感じなんだけど、今ですね、今ここ、朝、まあ、日中、晴れてるのに、10度台だったりするのよ。それありってなってて今、朝とかめっちゃ寒くて、ちょっと考えられない。これ真冬は、死んでまうってね、本当にもう、歯がガタガタで友達と、おはよう、今日の人間なんだっけっていう会話をね、繰り返すことになるぐらい、もうこれは、本当に生命活動が難しくなるぐらい、私にとっては心配だし、今も、もう普通に寒い。今、なんか寒いって言って半袖着てる人、ちょっと説得力ないかもしれないけど、めちゃくちゃ今寒いんです。ということで、第1位は、まあ、これからの怖さっていうのも含めて、寒さでした。倒した。虫倒した。はい、ということで、虫が乱入してきて、ちょっとバトルをしましたけれども、皆さんはどうですか？なんか、怖いものとかありますか？あとね、私と同じで、この新生活、新しく高校になって一人で住んでますとか、大学ですとか、就職してますとかね、いう方もいらっしゃると思うので、そういう方のですね、この新しくなってから、新生活新しくなってから感じた、びっくりしたこととか、怖いものあったらぜひコメントください。いやー、ほんと冬だけはね、マジで心配。ヒートテックとかもさ、いつも990円のさ、薄い普通のヒートテックだけど、なんだっけ、1500円のさ、極暖、分厚めのやつと買った方がいいのかなーとかね、思ったりしてます。本当に冬だけは本当にマシカンペンって感じですね。ということで、本日のねるま散歩集中講義はここまで。かきたまちゃんね、あー、待って、ねるま散歩集中講義の再生リスト作りました。動画の説明欄の方に再生リストの方載せておきますので、今日の動画もね、上げ次第追加しておきますので、ぜひ再生リストから、今までの寝る前3分集中講義まだ見てないよという方は、この再生リストを見て、総復習しておくように。ということで、以上、本日の寝る前3分集中講義はここまで。かきたまチャンネルの赤妻優秀でした。たったー。